電気スタンド電気スタンドは、機場や床などに置くか取り付けて使用する電気照明器具、光源とその台で構成される、デスクなどに取り付け部を挟んで使用するタイプのものもある。ライトスタンド、またはランプスタンド、または単にスタンド、ライト、またはランプと呼ばれることもある。卓上スタンド、卓上ライト、テーブルスタンド、デスクスタンドなどと呼ばれることもある。 センチュリースタンド電気スタンドは電気をエネルギー源とした伝統である。置き場所から卓上に置くテーブルスタンドと床や地面に置くフロアスタンドに分けられる。テーブルスタンドは読書の明かりや作業の際に手元を照らす用途に使用されることが多い。フロアスタンドは部屋の照明や人物写真撮影時に被写体を照らしたりするのに使われる。 電気スタンドと一口に言っても、金属製のもの、プラスチック製のもの、陶製のものなど材質は様々で、デザインも、至って簡易な量産品から、有名デザイナーが設計したもの、果ては、自分で部品を組み合わせて作るキットのようなものまである。また、付加機能も、時計のついたもの、音楽再生機能のついたものなどと様々である。多くの電気スタンドは、電球や、 蛍光灯を使用しているが、白色 LED が開発されたことにより省電力な LED 照明式の電気スタンドも発売されている。学習机に組み込まれている場合も多い。アングルポイズランプアームライトは、電灯を支える腕や首が折れ曲がり、高さや角度を調整できる卓上用の電気スタンドのうち、腕が折れで、バネで角度を保持する構造のもの。最初に、イギリスのデザイナー。 ジョージ・カーウォーディンによってデザインされ、1934年にハーバート・テリーサンズ社からアングルポイズランプのブランドで発売されて、以来、広く使用されている。このランプの特徴は、人間の関節にも似たランプの腕の可動部で、これにより、いろいろな方向に光源を向けることが可能になっている。このランプの実用性は現代でも有用と認められており、同じようなデザインのランプが、 様々な国で今でも使用されている。日本では山田照明の Z ライトが知られている。また CG アニメーションで有名なピクサーのオープニングにも擬人化された似たようなデザインのランプがルクソージュニアという名前を与えられて出ている。ありがとうございます。